どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はドラマの話いきたいと思います。今でこそドラマは見てないんですけれども、昔はテレビっ子でございました。すごくドラマ見てました。懐かしさもあってのドラマの話したいなと思って、ドラマの回みたいなのを、たまにやっちゃいます。喋ります。ということで今回は醜いアヒルの子です。このドラマはですね、1996年に、放送されたドラマで、見てましたね当時。岸谷五郎が主役で、学校の小学校のお話ですね。なんだってこのドラマは1話が衝撃的。子供が自殺しちゃうから。で、北海道の田舎で、先生をしてた、岸谷五郎で、その中の一人男の子が転校するんだよね、東京の方に。で、結局馴染めなくて、いじめとか受けて、家族とも馴染めないのかな。家族、なんか、誰か引き取るみたいな、そんな感じだったかな。それでね、その子が自殺しちゃう、ね。それがすごい悲しくてね。なんかこう、いじめとかがあるドラマ。その、家なき子とかもそうなんだけど、もちろんそのね、設定上ね、仕方ないからそうなんだけど、その要はいじめ役の子とか、すんげえ腹立つよね。そこまでするみたいな。めっちゃ助けたいみたいな気持ちにみんな なりません?すげえ殴りたくなるっていうか、いじめてるやつを。だからね、すごいなんか嫌な気持ちになるっていうか、腹立つ気持ちになるんですけど、でもこの醜いアヒルの子すごい面白かったなーっていう印象があって、今回喋ってますが。で、結局その岸谷五郎が東京のその学校の方に赴任するんだよね。北海道出て。で、相手役っていうか、常盤貴子か。ちゃこーっつって追いかけるんだけど。それで、その田舎の先生がこういろんな生徒とこう、一人一人と向き合ってって、だんだんこう、その先生をみんな認めてくれるというか、好きになっていくっていうお話。一話一話がその、今回はこの生徒に、スポットライトを当てて、みたいな感じで、展開されていくと。学校ものね、やっぱ自分もクソ学校行ってたっていうのもあってね、その当時はね。なんかちょっと重ねたりとかして、すごくね、面白かったなっていう印象があります。当時の、その生徒役の子たちってどんな子いたっけなってちょっと調べたんですよ。じゃあ、ウゴウゴルーガの子とかもいたんだね。なんかあんま印象にないっていうか、チビノリダはね、いたのは知ってたんだけど、他にもなんか、あの子とかいたよなって、大人になってもちょっと女優業とかやってたよなとか思いながら、結構もうほとんどの人が、芸能界っていうかそういう俳優業みたいなのしてないんだなっていうのはありましたね。で、やっぱ年が近い。みんな35から38とか、その間、近辺だから、やっぱ結構年近い感じだったかっていう。で、このドラマね、その後、スペシャルドラマで2、3回やってて、多分それを見たはずなんだよね。面白かったから。結構、スペシャルドラマ、一回しか見てないっていうのもあるからかな。記憶にあんまりないけど。でもその岸谷五郎がすごくハマり役だったなっていう印象はあります。だから再放送ね、してほしいなって思いますね。してんのかもしれないけど。僕がただ見てないだけでね。でもやっぱりこう、いじめのシーンとかね、そういうところって、やっぱりちょっとこう、放送されない理由の一つとしてはあるのかなって思ったりしますけども。いじめね。いじめは、尽きないよね。だって、大人になって職場でもあるんだもん。それはあるよ。ずっと。子供でも。どんなに頑張っても。きっと先生としてもあると思うし。実際、ね、ニュースとかでもありましたよね。ちょっと前にね。すごい動画でさ。取られて先生がいじめ、先生にいじめられてた先生みたいな。と考えられないですけどね。そんなことする人は。でも、
僕も実際すごいちっちゃい頃っていうか、僕は小学校1年生とか2年生ぐらいかな。あ、3年生でもやったか。あ、そういう、なんか雰囲気っていうか、のはやっぱあって、その、いじめたいからいじめてたっていうじゃなくて、なんつうんだろうね。同調圧力になるのかな。なんか、僕の時は、結構、順番形式みたいな感じで、この子が次ターゲットみたいな。そのなんかある期間終わったら、誰かが言うのか分かんないけど、別にリーダー的な存在の人いたかどうかもなんかあんま記憶ないけど、気づいたら次別な人になってて、別な人がいじめられるみたいな。まあ、若干こう無視されるとか。だから僕もありましたもん。僕の回みたいな。でも、ほとぼり冷めたら次別な人みたいな。ね、よく分かんない仕組みだったけどね。そういうのはありましたね。いじめは肯定はできないけども、でも、まあ、僕の経験上はいじめをしたし、されたし、その頻度っていうか、そのなんだろうな、いじめレベルみたいなのはどんぐらいかわかんないけども、多分そんなにひどくはないけども、それを経験したっていうことは僕の中では、良かったかなって今は全然思ってます。どっちの気持ちもわかるみたいな。なんかそういう、相手の気持ちを分かってあげれる人にはなれたかなっていうので、まあ良かったかなとは思ってます。まあ、ないに越したことはないんですけどね。それをしなくても分かってあげれる人間になれればよかったんですけど、まあなかなか難しいところで、ね、ドラマを見てそういうのも学べられたらなんて思います。ということで、おすすめ DVD はないかもしれないけども、もし見る機会があったら見てください。ということで、今回は醜いアヒルの子喋ってみました。さよなら。